ニザーム王国、ニザーム王国、ニザーム王国、英語、ニーザム・オブ・ハイダーバード、ニーザム・ドミニオンあるいはハイダラーバード王国は、インド、デカン地方に存在したイスラーム王朝、1724年から1948年。首都は、アウランガーバード、ハイダラーバード。1724年、ニザーム王国は、 ムガル帝国の最小カマルティンハーンにより創始され、歴代の君主は帝国から与えられたニザームの称号を名乗り、1798年以降は反王国化したことで、ニザーム反王国あるいはハイダラバード反王国となった。イギリス植民地下においては、マイソール反王国やジャンムーカシュミール反王国同様に広大な領土を持つ反王国であり、 ニザーム藩王国の領土面積はインド最大であった。また、イギリスが定めた藩王国の序列の筆頭に位置付けられ、藩王を迎える、イの礼法の発数は独立国家の元首に準じた21発と規定されていた。名称は研究者によって様々で、上記の他に、ニザーム国、ニザーム政権、ハイダラーバードのニザームなど多数ある。 また、創始者及びその子孫の称号をとって、アーサ・フジャー・ヒー・アサ、アソ・フジャヒアソ・フジャヒダイナスティなどといった呼び方もされる。デカン・スルターン・アサの一つであるゴール・コンダ王国、クトゥブ・シャー・ヒー・チョムハンマド・クリー・クトゥブ・シャーが、新都建設の際、長期の名にちなみ、1589年に、バーグナガル、バーグマティーの都市、と命名した。しかし、1605年に、 バーグマティーがムスリムに改修し、ハイダル・マハルに改名するとその名にちなみ、ハイダラーバード、ハイダルの都市、タイと改名した。その後、ムガル帝国の皇帝、アウラング西部のデカン地方遠征、デカン戦争により、1687年にゴール、コンダ王国は滅ぼされ、ハイダラーバードも占領された。ゴールコンダ王国の丘陵は、ハイダラーバード州として、 帝国の一州となった1722年2月、ムガル帝国の貴族カマルティン・ハーンはその功績により、皇帝ムハンマド・シャーから最小の地位を与えられた。彼はデカン地方に所要を持つ貴族であり、1713年に、先定、ファルフシアルからは、ニザー・ムルムルク、皇帝の代理人、あるいは王国を取り仕切る者の称号を与えられ、ムハンマド・シャーからは、 全幅の信頼を置かれた。だが、カマルティーン・ハーンは、ムハンマド・シャーの堕落や、側近の異かいに次第に愛想を尽かすようになっていき、彼が行おうとした国政の改革もくだらない、対立のために頓挫した。そして、1723年10月に、カマルティーン・ハーンは、再小職を辞し、帝国に見切りをつけて、デリーを出て、自らの所領がある。 デカン高原に国家を樹立しようと南へと旅立った。1724年10月11日、カマルティン・ハーンは所領を目指して南下する最中、デカン総督ムバーリズ・ハーン率いるムガル帝国軍の攻撃を受けたシャカル・ケーダーの戦い。だが、彼は巧妙な戦術で、ムガル帝国軍をカンプなきまでに打ち破り、ムバーリズ・ハーンを殺害し、これにより彼を死祖とする。 ニザーム王国が創始された。その後、カマルティーン・ハーンは、ハイダラーバードへと入場し、6月25日に、カマルティーン・ハーンは、皇帝ムハンマドシャーにより、名目的に、デカン六州の全体を統括するデカン総督の地位、任命され、アーサ・フジャーの称号を贈られた。この称号が、ニザーム王国の王朝名となり、アーサ・フジャー・ヒー・アザとも呼ばれるようになった。 カマルティン・ハーンは、ハイダラーバードを一時的な主としたが、後に、同地からアウランガーバードへと移動し、自己の所領と支配を固めようとした。だが、領土として当てがわれたデカン六州は、マラーター王国にも、権利を認められていたために、争いが生じた。すでに、1718年7月にマラーターは、ムガル帝国領のデカン六州に関して、チャウタ、 諸税の4分の1を徴収する権利及び、サルデーシムキー、諸税の10分の1を別に徴収する権利が、協定が取り決められ、1719年3月に、皇帝に認められていたのである。マラータ王国最小、バージーラーオとの2度にわたる、激戦の結果、1728年3月には、マラータのデカンにおけるチャウタトルデーシュムキーを認め、 1738年1月に、ボーパールの戦いの結果として結ばれた条約では、マールアーを割上しなければならなかった。とはいえ、カマルッティン・ハーンはマラーターを、自国から締め出し、デカンに秩序ある行政を敷いた。そればかりか、帝国のジャーギール・ダーリー制を王国に導入して、反抗的な有力ザミーンダールはその権威に、服すように強要し、 王国の調整機構からは汚職による腐敗を排除しようともした。1748年6月、カマルティーン・ファーンが死ぬと、息子のナーシル・ジャングが後を継いだが、孫のムザッファル・ジャングも王位の継承を主張した。ニザーム王国がよく介入していたカルナータカ大使の内乱も相まって一発即発の危機にあった。王位を主張するムザッファル・ジャングは、 フランスのチャンダー・サー・ヒブやフランスのデュプレクスと結び、カルナー・タカ大使・アンワール・ティン・ハーンを殺害し、第二次カーナティック戦争が勃発した。その後、ナーシル・ジャングと、ムザファル・ジャングは、この戦争で殺害され、フランスによって、アーサ・フジャーの三男であるサラーバト・ジャングを、新、ニザームとされた。百五十三年十一月十三日、サラーバト・ジャングは、 フランスとアウランガーバード条約を結び、フランス軍の駐留費として、北サルカールと呼ばれる地域を割上した。1762年7月8日、サラーバとジャングは弟、ニザーム・アリー・ハーンに遊兵され、この弟が、新、ニザームとなった。一方、1766年3月以降、イギリスは、ニザーム王国がフランスに割上した北サル、 カール地方を占拠し始めた。この地方は、1765年8月、ムガル帝国の皇帝シャアーアーラム2世により、アラーハーバード役で、イギリスに割上されていた。同年11月12日にはインドに進出してきた、イギリスといち早く友好条約を結び、その同盟国となった。この年を、ニザーム王国が、反王国となった年とする場合がある。ただし、 この友好条約に外交権を返上する旨が直接書かれていたわけではなく外交権の喪失は数字にわたる改定の結果によるものである。その後、イギリスと南インドのマイソール王国との間にマイソール戦争が勃発し第一次マイソール戦争ではマイソール側に味方したがイギリスに圧迫され1767年2月23日にニザーム王国は 新たな友好条約を結ばされ、イギリスからの税収差額支払いの減額を決められた。第二次マイソール戦争では、ニザーム王国は、マラウター王国と共に味方したが、途中でイギリスとは牧し、戦線から離脱した。その後は、マラウター王国と共に、マイソール王国の警戒に当たり属た。第3次マイソール戦争では、ニザーム王国は、マラウター王国と共に、 イギリスに協力し、マイソール王国の奥深くまで攻め入り、1792年2月に、その首都シュリーランガパトナを包囲した。戦後、シュリーランガパトナ条約により、ニザーム王国はマイソール王国領北部を割上された。第三次マイソール戦争では共闘した、ニザーム王国とマラーター王国であったが、戦争後は不和となり、 1795年3月11日にカルダーで大敗を喫したカルダーの戦い。その後に結ばれた講和条約により、ダウラターバード、アウランガーバード、アフマドナガル、ショーラーアップルなどの地を割上し、3000万ルッピーという多額の賠償金を支払わなければならなかった。これは明らかにニザーム王国のマラーターに対する劣勢さを表していた。 この事態に直面したニザーム・アリー・ハームが、マラーターの脅威を除くために選んだのが、イギリスの従属国、つまり、反王国としての存続を図る道であった。1798年9月1日、ニザーム王国とイギリスとの間に、軍事保護条約が結ばれた。この条約では、王国に駐留するイギリス軍の大幅増員及び、それに支払う駐留費の負担増額、 フランス人主体の精鋭部隊を解散し、すべてのフランス人将兵の解雇を訳した。こうして、ニザーム王国はイギリスに従属する、いわゆる反王国の立場に落とされた、ニザーム反王国。1799年2月、第四次マイソール戦争が勃発すると、ニザーム反王国もこれに参加し、5月にイギリスと、共に、シュリーランがパトナーを落とした。 その後、マイソール王国が降伏して結ばれた条約では、マイソール王国はイギリスとニザームハン王国、マラウター王国に、さらに領土の約半分を割譲し、そのうちの北部がニザームハン王国に割譲された。1800年10月12日、ニザーム王国はイギリス軍への中流非免除を引き換えに、1792年、 および1799年に、マイソウル戦争で獲得したカダパ、カルヌール、ベルダーリ、アナンタプルといった、活上地をイギリスに再活上させられた。この領土は、活上所見と呼ばれている。1853年5月21日、ニザー・ムハン王国はイギリスから中流非体農部の、代価として、ベンカの生産地であった、ベラール地方の割上を求められ、 しぶしぶこれに応じた。1857年5月に、インド大反乱が勃発すると、ニザー・ムハン王国は、イギリス側につき、反乱の鎮圧を支援した。ニザー・ムハン王国は19世紀になっても、役人や軍人への給与地制度であるジャー・ギール、制による、封建的土地所有制など、中世さながらの政治が行われ、その更新性が問題視されていたが、 一応近代化事業には熱心だった。首都ハイダラーバード近郊をはじめ領内には有望な石炭の鉱脈があり、綿花栽培も盛んだったため、産業開発の可能性は大いにあったと言える。しかし、一方でこのような事業は常にイギリス、インド成長の干渉を受けた。内政権はイギリスから保障されていたが、実際には半王国に置かれた。 イギリス人の駐在官による内政干渉が日常化けており、自国の資本でニサーム鉄道を建設する際にも強い干渉を受けた。この結果、建設費の高価な工期を採用することを余儀なくされ、また完成後の鉄道運営をインド成長に握られることにな、莫大な負債を負うことになった。1947年8月15日、インドとパキスタンは、 分分離離独独立立、し、インンドパキスタン分離独立この日までに、ジャンムーカシュミール反王国、ジュナーガド藩王国、そして、ニサーム藩王国の3つの反王国以外は、帰属先をそれぞれ決めていた。ムスリムである反王ウスマーン・アリーハーンはパキスタンへの帰属を望んでいたが、この日まで決めかねていたままであった。なぜなら、藩王国の貴族や管理、警察、 軍の交換らの多くはムスリムであった一方で、住民の大多数はヒンドゥー教徒であり、彼らは独立よりもインドへの帰属を望むという状況が発生していたらであった。ニザー・ムハム王国は西パキスタンからも東パキスタンからも遠い位置にあったこともあり、単独で独立を宣言した。インド政府はパキスタンと国境を接するジャンムーカ・シュミール。 半王国の確保優先していたため、同年11月29日に、ニザーム半王国は、インドと、ひとまず、現状維持の暫定協定を結んだ。だが、その後のニザーム半王国と、インド政府の関係悪化、半王国とパキスタンのつながりをはじめ、インドは大陸の中心部に独立した政権が、できるのを、インド政府が嫌ったことから、 1948年9月13日にインド軍が侵攻し、17日に半王は降伏したポロ作戦。これにより、ニザームン王国はインドに併合された。各種でインド最大にして、最後のイスラーム王朝の歴史はここに幕を閉じたので、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。